韓国のフィギュアスケート界を揺るがすセクハラ疑惑がさらなる泥沼化の気配を漂わせている。写真、上着をぬぐり怪人女子で2023年世界選手権銀メダルの理解人、イヘイン19イコール韓国は5月にイタリアで行われた韓国代表の合宿中に宿舎で別の女子選手と飲酒。その上で後輩選手に対してセクハラ行為を行ったとして、 大韓スケート連盟は3年間の資格停止処分を下した。しかし、理解人は後輩選手と交際していたと反論。SNS の投稿などを証拠に反論したものの、最新を申請していた大韓体育会スポーツ構成委員会は理解人による申請を却下した。同国士、汚染は後輩選手と恋人関係だったため、セクハラではないという主張は受け入れなかったと報じた。 一連の流れでは理解人側に非があるように見える。ところが、国際事情に詳しいフィギュア関係者は別の見方を示す。理解人選手が言っているように、後輩選手とは付き合っていた。しかも、一度別れてから後輩選手の方から復縁を迫ってきたそうだと証言。では、なぜ後輩選手は理解人のセクハラを告発したのか。同関係者は、 今回の騒動を受けて後輩選手側は重い処分が下されることを危惧し、セクハラをされたと言っているそうだと指摘。実際に後輩選手は女子寮を訪れた件で開国処分となったが、理解人に比べるとかなり軽い処分となっている。同国史、朝鮮日報によると、理解人は8月29日に報道陣の取材に対応。なぜ合宿に行ってお酒を飲んで恋愛をしたのか、 とてても後悔しており日々自分の過ちを反省しているとしながらも未成年者へのセクハラ犯との汚名は晴らしたい今の状況ではフィギュア選手ではなくただ一人の人間としてセクハラ犯ではないという事実を明らかにしたいと語ったという別のフィギュア関係者からは未解人と後輩選手の仲むつまじい写真は出回っているとの声も上がっているだけに真相究明にはかなりの時間を要しそうだ